こんばんは。来てくれてありがとうございます。定時に上がれたのでお家で見てます。ありがとうございます。お疲れ様です。本日もこんばんは。イエイイエイ。元気か。元気です。元気元気。なかなかねレッスンが始まらないんですけど、ちょっとあれですね、昨日はお仕事あったので。そうそうそう、昨日はショールームやりたかったな。ちょっと疲れてたんでできなかったんですけど。何女子への憧れ。あ、ギター女子への憧れです。すいません見えないね。バースデーイブに会えたら嬉しいよ。え、バースデーイブなんですか。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。フライング。メイクがいい感じ。本当メイクしました。今日自主練の日々ですか。そうなんですよ、自主練ですかね。ちょっと今できてない状態なんですけど、ツイッターで歌唱力決定戦の参加メンバー発表されてました。あ、そっか今日でしたね。そっかそっか。そう、私は歌唱力ナンバーワン決定戦に出場することを決めたのですが。ゆいかとうさんですか。そう、あのね、伝わる人には伝わるんですけど、29時間生配信で最後、最後のところでね、あの名前が表示されるんですけど、そこにね、ゆいかとうって書かれててね、なんでゆいかとうだったんだろうなって思いながら。そう、でもまきこさんとかにいじってもらえてすごく嬉しいなという感じですが。ゆいちゃん配信ありがとう。かわいい。ありがとうございます。こちらこそ来てくださってありがとうございます。髪短くなった。え、嘘。なんか後ろにしてるからかな。最近は髪切ってないと思います、多分。ギタースタンド持ってる。ギタースタンド持ってないんですよ私。リカピがソロすぎて構ってほしいみたいです。え、全然構えますよ。ゆいかとう、そう、ゆいかとう事件からね。はい、29時間配信見てくれた人、はーい。あ、29時間配信の後ショールームしたっけ。したな。ゆいかとう海外の方ですか。ゆいかとう、ショートが似合うから良き。 ありがとうございます。ショートが似合う女に、ね、なりたいんですよ。そう言ってくださるとすごく嬉しいですね。まあ、ロングが似合う女にも憧れますけどね。チリさんとの並び、そう、チリさんとね、あの画面が並びまして、すごく嬉しかったですね。いじってもらえて嬉しかったです。いじってもらえたっていうか、いじられてたのチリさんでしたけど。SKE にいつ入ったんでしたっけ。ね、去年の11月とかかな、冬だった気がする。髪はこっちで切ってる。こっちで切ってます。おはようサンフランシスコ。おはようサンフランシスコです。ゆいって書くとかっこいいよね。あの漢字じゃなくてローマ字でね、書くとかっこいいですよね。配信後のショールームの後にエンディングに登場まで見てた。嬉しい、ありがとうございます。そう、不意打ちだったんですけど、あのね、来てなんかエンディングやってるので出たい人出ませんかみたいなのが突然来て、出たいってなって急遽出ましたね。緊張したなあれ。先輩もいっぱいいらっしゃったんで緊張しました。アラサー女子やな。え、ギター女子だよ。ギター女子ね。ロング好きですが、ゆいちゃんショートお強い。本当？ありがとうございます。ショートも好きだけどポニテできないから残念。あーね、ポニテができるショート欲しいですよね。どういうこと。ゆいちゃんの幼いからのチュリさん登場。そうチュリさんの方が、チュリさんの方がっていうか、チュリさんと同じぐらい幼いと言っていただけてね、あの光栄でしたね。はい、出たい人はだったんだね。なんかあの多分気づかなかった人もいっぱいいると思うんですよ多分ね。
唐突だったからね、あれは気づかなくても仕方ないと思うんですけど、私はたまたまエンディングもね、あのチラッと見て、えどういうことって思って、あの連絡見たら入ってもいいですよみたいな感じだったんで、たまたま見たので入れましたね。時期ほとんどいなかったよね。かのんちゃんがいたかな。ポニテの時はびっくりしよう。あ、あり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 。早川さん誘ってあげても、早川さんね、あの確かね、あのメイクを落としちゃってたみたいで、どうだったかな。そう、多分そうだったから。つりさん若返ってるからすごいですよね。すごい若いです、若いですよね。エンディング一応見といてよかった。一応一応ですか。やる。かき氷だ。咳出た。かき氷ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。かわいいかき氷。そしてお誕生日おめでとうございます。お誕生日イブ、お誕生日イブの方がいらっしゃいますよ皆さん。ハッピーバースデートゥーユー。髪はいつからショート？え、いつからだったっけな。え、覚えてないもん。でも結構長い間ショートな気がしますね。早かしは夜中担当だったからね。あ、そうだ、見ないと。早かしの怪談話。あ、これかき氷なのね。え、かき氷じゃないのこれ。なんだろう、かき氷じゃないのかな。ゆいちゃんすっぴんでも出てた。え、出てたと思う。出ちゃってたと思う。あのフェードアウトしながら、あ、お疲れ様です。馬の被り物の方、ハートありがとうございます。ハート。そもそも20時過ぎてた時点で全員は揃わない。あ、確かにそれはそうですね。そっか、20時過ぎてましたもんね。そう、年少組とかはね出れないですね、そもそも。ゆいちゃんこんばんは。こんばんは、こんばんは。あ、千里の皆さん見てますか。見てるよ。早かしのトウモロコシブログ読んだ。え、読みましたよ。え、めっちゃグロくなかったですか。やりすぎですよあれは。怖いよ本当に。怖いんだよ本当にさ。すごいですよね。なんかね、あの発想力が私はないから、羨ましい限りですよ本当に。尊敬ですね、すごいよ。見てるよ、ありがとうございます。スタンプ作成よかったよ。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、スタンプもね早めにお披露目したいです。お披露目、な、お披露目はしたわ。あのスタンプも早めにメールかブログかで載せたいと思っております。まあ両方で載せると思うけど。見てんで、ありがとうございます。50かという完了、ありがとうございます。あのコーンスーパー飲みたくない。うん、確かにそれはそうだわ。明日のかという日記楽しみ。え、ありがとうございます。また読んでください、ぜひ。ゆいちゃんの保健室ブログもドキドキして。そう、保健室の、まあ、ロマンスをね書きました私は。あの、よかったらぜひ読んでくほしいんですけど、まあ、おすすめはできないですかね。最近お相撲に続いてるね。どうした。え、申し訳ないです。なんか毎回寝坊してるわけじゃなくて、 朝からバタバタしてるか、本当に遅く起きたかの2パターンがあるんで、結構ね最近寝ちゃうんよね。なんですかね、ゆりですか、ゆりですか。いや、まあちょっとそこはノーコメントでお願いします。ゆりかどうかはあなた自身でね確かめていただこうということでね。あなたの想像次第って感じですね。ギターやるか、ギターやりますか。ブログで好きなものがっつり語ってるゆいちゃん好き、本当に好きなんだなって伝わるから興味湧く。そう言っていただけるの本当に嬉しいです。私も好きなものについてね語って、それがその熱意とか好きな気持ちが他の人に伝わるっていうことが本当に嬉しいなって最近思いますね。ずっとなんか一人で楽しむタイプだったから、なんか友達とかもあんまりいなかったし、そう、好きなものを共有する楽しさをね SKE に入ってからね
学んだというか新しく味わったというか。ゆいちゃんも小説書くの好きですか？好きなんですよ。結構ね、昔からなんかポエムとか小説とかちょくちょく書いてるタイプの人間だったので。かとゆい、こんばんは。こんばんは。保健室行きたくなった。え、嬉しいお、チューニング配信久々。そう、チューニングもしちゃったんですよね。ごめんなさい。あのあれなんですよ、あれです、あのチューナーが電池なくなっちゃって、電池切れになっちゃったから、ちょっとねあれなんですよ、あれが多いね。スマホでチューニングしてるんで。そうそうそう、よいしょ。え、ユリの方なんや。ユリの方、ユリの方、そう、ユリまあそこはノーコメントでお願いします。はじめまして、初見です。初見さん、ありがとうございます、来てくださって。もうよかったらね、あのフォローしちゃってくださいよ、気に入ったらよろしくお願いします。テニスボールの方、誰もありがとうございます。ギター配信するかもということで来ました。え、ありがとうございます。ギター配信します。ギターが映んないね、どうしよう。ギターを映したら顔が映んなくなるっていうね、どうしようかな。私が見たいですか、ギターが見たいですかテロップでギター配信のこと書いてみるのもいいか。あ、確かに。どうしよっかな、顔見たいありがとうございます、優しい。おー、めっちゃ明るくなってた。はい、顔、私が見たい。あ、よかった。ギター、何聴こうかな。私ごめんねサマー今日ちょっと練習したいなって思ってて、ごめんねサマーを弾こうと思います。ギター練習だけでいいか。ギター弾けるの？ギター弾けないです。弾けないんですけど練習はしてます。あれ、よし、ごめさま、よき、ね、ごめさま、ちょうど季節でね、季節でね、うんうん、いいかなと思って。ごめんねさま、ごめんねさま、ごめんねさま、弾けるかな。スケールできる曲ある？なんかね、本当に各曲に一個ぐらい、最低一個はさ、難しいコードってあるじゃないですか。それで私すごいつまずいちゃって別の曲に行っちゃうから、できる曲がね一向にないんですよ。聞こえる？聞こえますか？よし、じゃあね、弾いていこうと思います。カポはゼロね。はいはいはい、ファイト、ありがとうございます、ありがとうございます。ごめんねさま、まぶしい、その横顔を見てた。ラーが難しいな。ラーラー、とにそハートにそっと触れ、え、むずっ。どこにあった僕のいたせ、ごめんねさま、あ、この恋友達なのに切ない。ソロパート難しかった。難しいな、難しいな。頑張って、ありがとうございます。潮風だけはずっと前から、見えてるかな。
まう。ちょっと早くやってみるか。よいしょ。ごめんねさまう、眩しい強顔を見てたよ。ハートにそっと触れ、あれ？痛くなった、僕のいたずら。ここだけちょっとやってみます。指長いんですか？指短いです。手小さいんですよ私。だからねちょっとね、ギター向きじゃない手なんですけど、アコギはやる。アコギねやらないんですよ。やりたいんですけどアコギ持ってなくて。弾けるまで配信終わりまで大変だ。ミックスいりますか？あ、ぜひぜひお願いしますここまでじゃあ弾けるようになります。ごめんねさま、眩しい横顔を見てたら、人にそっと触れたくなった、僕のいたずらさま。ここまで弾けるようになりたいな。ゆうちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは。ごめんねさま、眩しい横顔を見てたら、ここまで弾けるようになりたいな。ごめんねさま、眩しい横顔を見てたら、はあはあはあ、人にそっと触れたくなった、僕のいたずら。ごめんねさま、この恋友達なのに切ない。はい、僕のいたずらこれマスターしたらめちゃめちゃかっこいい、ね、そうなんですよ。コールするとこなくないか。あ、ないんだ、ないんだ。ギター弾けない人間なのでアドバイスできず。いやもう全然、聞いてくれるだけでありがたすぎますよ。ごめんねさま、眩しい後にのところがね難しいの。ハートにそっと触れたくなった、僕のいたずら。かわいいありがとうございます。ハートにそっと触れたくなった、僕のいたずらのところ弾けるように頑張ります。覚えられるように。ハートにそっと、あれ、あ、音出なくなっちゃった。はい、あ、2000人の皆さん見てますか？見てるよ。あ、言ってる？2000人言ってる？言ってるかな。あ、ごめさま、 MV 古すぎて見てないよね。あ、見たことありますよことあったはず。ハートにそっと、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 たくなった、僕のいたずら。ギター何使ってます？何使ってるんだろう私。なんかね、色が気に入ったやつ買っただけなんですよね。別に何のこだわりもなく、最初だし何でもいいかみたいな、安めのやつ買った気がする。えいえい、音が出なくなったよ。
まあいいや、これで。ピックは何使ってる？ピックもね、これなんかついてきたやつエレキなんだ。そう、エレキなんです。いい色ね、いい色なんですよ。もう一回見せて。え、いいですよ、これ。めっちゃ綺麗でしょ？めっちゃ綺麗ですよね。かわいい、本当にかわいい。アンプつながない。なんかね、アンプがね調子悪くて全然ね音が出ないの。大丈夫？まあ気まぐれなんで。この子ちょっと、あ、音出た。よし、ハートにそうだ。そうなんですよ。ごめんね様、眩しい横顔を見てたよ。ハートにそっと触れたくなった。僕の痛手の様、ごめんね様、ピンクのなんか角が生えた生物の方、音符ありがとうございます。ごめんね様、あ、眩しい横顔を見てたら、ハートにそっと難しいよな。そうなんですよ、難しいんですよ。なんかね、なかなかねできないね。めんねさま、私横顔を見てたら、ハートにそっと触れたく、あ、違う、ハートにそっと触れたくなった。ここだけベースしたい。ごめんね様、眩しい横顔を見てたら、ハートにそっと触れたくなった。僕の糸から、ごめんね様、あ、違う、ごめんね、ん？ごめんね様、あ、ごめんね様、あ、この恋の恋だけなのに切ない気を、うん。What's your name? I
あのユイカトウ、ユイカトウ、最近のメイクは誰に習ったの？でもね、ネットのなんか YouTube とか、あと美容系サイトみたいなところで学んでますね。学んで真似してってやってたら、彩香ちゃんに最近メイク良くなったねって言ってもらえてすごく嬉しかったですね。ピックどんなん使ってる？ピックこんなん、こんなん使ってます。ゆいかとどや、ゆいかと、そう、ゆいかと。だ、ゆいかと、そう、ゆいかとだから私。あー難しい。あーどうしよう。ごめんね、さまーこの恋、友達なのに切ない、ハートに相当からがちょっと覚えらんない。ハートに相当触れたくなった、僕のいたずら、ハートに相当触れ、ハートに相当触れたくなった、違う、僕のいたずら出た、言い方。指痛めないように、ありがとうございます。お腹すいたな、お腹すいた、カレー食べたいな。ハートにそ、ハートにそと触れたくなった、僕のいたずら、目覚めさま、あーこの恋、友達なのに切ない、潮風だけがとのところやってみます。潮風だけがずっと前から難しい。相変わらずカレー好きね、カレー好きなんですよ。そう、美味しいよね。潮風だけがずっと前から、むずっ。潮風だけがずっと前から、感じになってきてる。本当？本当ですか？嬉しいだ。嬉しいの、嬉しい。じゃあ最初から弾いてみましょう。ごめんねさま、眩しい横顔を見てたら、ハートにそっと触れたくなった、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。お腹すいた。あら、かわいいゆいちゃん、ありがとうございます。19時半お知らせ。本当？あ、本当だ、19時半だもん。じゃあ最後に弾いて、ギターはとりあえず終了しようかな。もうなんか最初から弾いてみたいな。ちょっと一応なんか軽く弾いてみます。君は風邪いて、難しいわ、コード難しいわ、むずいわ。やっぱサビだけにしとこう。
のその意味を教えてくれるもの。ごめんね様、眩しい真横顔を見てたら、ハートにそっと触れたくなった。僕のいたずら、ごめんね様、この恋友達なのに切ない。なんだ、オレンジのペンライトを持った、灰色の生物の方、音符いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと楽しいわ、楽しくなってきた。割とごめさま、ありがとうございます。素晴らしい、めっちゃ褒めてくれる、ありがとうございます。ちょっともう一回だけ弾いてもいいですか。なんかチューニング違うの、嘘チューニングしたんだけどな、さっき合ってないのかな。ごめんね様、違うわ。ごめんね様、眩しい満足なり。ありがとうございました。別の曲そろそろ行ってみようか。ちょっと狂ってる。あ、そうなんだ。やっぱあれですね、スマホのじゃなくて普通あのチューナー使ってやるために電池を変えます。私はアジサイの方、だるまいっぱいありがとうございます。だるまありがとうございます。もう満足した。アンコール。なんか別の曲やりましょうか。なんだろうな、簡単めのやつがいいけど。そうだな、何が簡単めだったかな。ファイナリー弾きたいな。ファイナリーでも難しそうですね。電池変えましょう。じゃあえ、難しそう。ファイナリーめっちゃむずいやんけ。やばよいしょ。そうだな、パレオ。滑り台からめっちゃ弾きたい。私滑り台からをね弾きたいんですけどね。めっちゃ好きなんですよ私、滑り台から。難しそう。弾けないな、これはちょっと難易度が高いですね。やっぱ夏曲がいいですかね。夏曲がいいからパレオか。パレオどうですか。そういうとこあるよね。もう前弾いてた気がする私。あ、パレオ弾きます。じゃあよいしょ。
渚のイメージ弾けるようになるといいね。あ、確かにそれはそうだな。あれお前エフメラルド星に舞いたのす海の色を映してる。あれお前エフメラルド渚タブあるの。あ、楽譜がねないんですよね。そう、弾けるようになったらねかっこいいけどね。ちょっと難しいですね。どうなってるんやろ。やっぱりチューニング。そうなんだ。ダメか。あ、サントリーの皆さん見てますか。見てるよ。チューニングちゃんとしなきゃな。僕はそういうとこあるよね。がね、弾けるようになりたかったんですよ。見てるよ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうの言い方今早川ちゃんに似てませんでした。ありがとうえ、似てへん似てへん。5弦だけ弾いてみて。5弦5弦ってどれだろう。 1,2,3,4,5 これかな。合ってるかな。いきなり不器用。そう、いきなり不器用を歌っちゃった。23思いました。ありがとう。難しいコードがあるんですよ、一つ。そうそうそう。F コードが難しいんですよ。それでね、そういうとこは挫折した気がする。君ってそういうとこあるよね。F コード難しい。ほんと自分それにすぎる素直な君を見てると。どうでもいい、どうでもよ、あー無理無理だ。どうでもよくなる、あーどうでもよくなる。好きなら All right Oh 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 F は
まずみんなまず引っかかる。あ、そうなんだ。人差し指つるやつ。そう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 、そうなんですよ。F コード、いけ。あー、ダメだダメだ、この野郎。 F コード倒すぞ。あー、うん、 F コードちょっとちゃんと見よう。これとこれとこれとこれで、君ってそう難しい楽しそうでよき、楽しいです。ギター楽しいね、やっぱ久々に触ると楽しいんですよね。ギター趣味にしたいな。ギター趣味にしたいんだけど、あの秋っぽいので私なんせ全然 上達しないんですよね。君ってそう、ダメだ。 F が強敵です。 F の代用があった気が、え、代用ある？口悪いこと言っちゃった、ごめんなさい。この野郎って言っちゃったのかな。この野郎口癖なんですよね、ごめんなさい。エレキはアコギよりは抑えやすい。あ、そうなんだ。そういうとこ驚っかな、踊りたくなってきた私。あ、でももう44分なのか。そろそろ終わりましょう。お、終わらない。あのクロスを歌いたい、私は毎回恒例のクロスを歌いたい。あ、でもそういうとこも今歌いたいんだよな。どうしよう。それかあれですね、録音配信したいですね。あの滑り台からの録音配信。え、待って、イヤホンないんだけど。 あった、お腹すいたよ。明日パジャマなのバレちゃう。バレたわ。そういうとこ頼む。え、そういうとこ両方歌っちゃ、あ、両方歌いたいな。時間大丈夫かな。ちょっとそういうとこ歌います、今日は。じゃあバレました。バレたか、見てなかった。あー、よかったさあ歌うぞ。そういうと、いう、そうぬーになっちゃった。そうぬーとこ、そういうとこ。この野郎よりはこんにゃろが可愛い。こんにゃろにします。じゃあこんにゃろに。チーム水道水チーム水道水。よし、あ、テロップ変えよう、テロップ変えよう。ありがとうございます、教えてくださって。あれ、テロップってどうやって変えるの。これだ。歌います。いいんじゃない、まあ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 いいか、それもあり、泣く泣くもない。いいんじゃない、まあ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 そうか、よくもない、よく泣くもない。おおおお、こういうとこあるよね。おお、おお、過去と現在未来系、愛にもいろいろあるだろうが、さっからずっと話してる、そいつ何者だ。だからこういうパーティー気になるのさ、人間関係複雑すぎちゃって、僕は無線になれない。
なるよ、好きならオーライ、おお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 お、なぜか僕の器がちっちゃく見えて、自己嫌悪だよ、そんなことないよね。一時間待って、君は楽しく生きるだけ。今さら何もないってことは、ううそりゃあ僕だってわかってる、だけど少し時を使え、そこでそう言うと怖くない、前から言おうと思ってた、言ってしまったら僕の負けないんじゃない、まあ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 そうか、言わなきゃよかったよなんて誤解をしてしまうだろう、嫌いなところも飲み込んでオーライ、まあ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 そうか、良くもない良くなくもない、見ていないふりとかしたって、全然気にしてない感じで、そんなことあったのなんて、どうけちゃって聞き返そう、そういうとこあるよね、君ってそう言うとこあるよね、空気なんて気にしない、ドン引きするくらいマイペースなんだ、いいんじゃない、まあ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 いい、ほんと自分に正直すぎる、素直な君を見てると、それも独り言、好きなら OK、 ほんとだって全部独り言を言えるわけない、おおおおなんだって、オーライ、おおおお、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこあるよね。ありがとうございました、ありがとうございました、イエイエイイエ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 イ、はい、ありがとうございました、聞いてくださって拍手もありがとうございます。よし、というわけで本日の配信はこれ以上となるなんだこれ、振り切る歌い方いいね、ありがとうございます、嬉しい、パチパチ、ありがとうございます、そういうとこあってすいません、あーすいませんすいませんすいませんありがとうございます。あ、パンダの方ハートありがとうございます、ハート、なんかさっきはやかちゃんから LINE 来て、なんか今日通知切るの忘れてたんですけど、ショールームやるのに、なんか今暇かいみたいな LINE 来たんだけど、何だったんだろう、何だろう、遊ぶのかな今から、今から、危ないよ、うん、そこを何とか、そうなんですよね、制限があるのがねちょっと悔しいですよね。4000人の皆さん見てますか、見てるよ、オタク訪問、オタク訪問されちゃう、コラボ配信、あ、コラボ配信ね、なるほど、もうはやかちゃんのスマホ多分ねあれなんですよ、あのできないんですよ、対応してないんですよコラボ配信そう、悔しいですよね、やりたいんだけど、心霊スポット巡りのお誘い、あー今から、今からですか、もう絶対やだよ、絶対怖いよ、こんな時間にね肝試しなんかねするもんじゃないですよ。早川先生、はよ携帯変えて、ほんまにな、機種変してもらわんとあかん、ほんまに、ほんまにそれはそうやねんな、ちょっと多分な対応してないとかあるんですよ、困っちゃうよね、トウモロコシ料理をご馳走してもらえるか怖いな、このタイミングでトウモロコシ料理怖いな、怖いわね、まだ微妙に明るい、本当だいぶ暗いですっていやむしろこの時間からやる気もダメです、確かに昼間やってもどうしようもないですよね。さあランキング発表のお時間、
あ、待って待って、よしよしよし、あれ、あ、助けて、あ、できた。13位から、13位が、魚の頭の魚人間の方です。ありがとうございます。よいしょ。12位が黄色いフードをかぶった方です。ありがとうございます。11位が、あ、これあれじゃない、ちびまる子ちゃんのやつじゃない、ちびまる子ちゃんのあの赤いギターを持ってる方です。ありがとうございます。え、ちびまる子ちゃんみたい、な、誰だろう、わかんない。10位が、アジサイの方です。ありがとうございます。9位が、ジローくんの方です。ありがとうございます。花輪くんか、花輪くんだ、そう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 、花輪くんだよ。9位言って、8位が黒いベースを持ったパンダの方です。ありがとうございます。7位が赤と白のトナカイの方です。ありがとうございます。よいしょ。6位がオレンジのペンライトを持った灰色の謎の生物の方です。ありがとうございます。5位が白いお餅みたいな、黄色いハートを持った白いお餅みたいな方です。ありがとうございます。4位が、これなんか見たことある、なんだっけこれ、なんだっけ、ピンクの髪のなんか黄色いくちばしの謎の生き物の方です。ありがとうございます。なんか見たことあるな。3位が、偽ピカチュウの方です。ありがとうございます。生物呼びが始まる、生物呼びしちゃった、ごめんなさい。2位がテニスボールの方です。あ、アマビエだ、アマビエさんだ、アマビエさん、アマビエだね、アマビエ、アマビエさんです。ありがとうございました。で、3位が偽ピカチュウの方です。ありがとうございます。で、2位がテニスボールの方です。ありがとうございます。そして1位がドゥルル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 ルドゥン、三色団子の、お花見をしている枕の方ですね。ありがとうございます。枕の方です。枕なのかね、いまだに謎なんですけど、ちょっと枕の方とお呼びさせていただきます。へい、ありがとう、へいって何へい、へい、ありがとうございました。へい、へい、アマビエ、アマビエじゃないの、アマビエ、え、なんだろう、わかんないけど、え、アマビエじゃないんだ。ずっとアマビエって言ってた。謎、あ、謎ですよね、自分でも謎なんですね。元気だね、ヘイヘイヘイ、元気です。甘指でいいやん、 なんか謎の生き物ですよね、なんなんやろ。ヘイ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 、お水飲みます。アマビエですかね。配信ありがとうね、こちらこそありがとうございました、来てくださって。明日もジフレン、あ、明日はね、ちょっと明日はいいことがあります。いいことがあるんですよ、私にとって。だから皆さんもね、あの、いいことがあるんだなって思いながら過ごしてください。明日ブログもあるんでよろしくお願いします。今日はギターに大谷、ありがとうございました。ありがとうございました。あら、あら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 、楽しみにしてる。楽しみにしててください、楽しみにしててください。まあなんかね、何かがあるかもしれないですね。明日はブログもありますので、ブログもチェックしていただけると幸いでございます。よろしくお願いします。ということで終わります。体調気をつけてね、ありがとうございます。皆さんもね、あの、めちゃめちゃ暑いので、本当に熱中症対策とかね、水分補給をお願いしますね、本当によろしくお願いします。ということで、あ、スクショタイムします。なんか同じポーズばっかりなんだよな。はい、終わり、スクショタイムでした。ではまたお会いしましょう。またまたまた
後日またショールームやりますので、やるときはライブ配信、ライブ予定なんちゃらに入れてモバメメールでも送りますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。58分か。